池田隼人の人生が面白すぎるから紹介。1899年広島のお金持ちの家に生まれる。そして、九州の名門五校に入学。池田はそこで、池田屋という酒屋を作るが、客につけて飲ませていたので、すぐに潰れた。そして大蔵省に入省。しかし、落葉上天放送という藤の病にかかってしまうが、奇跡的に回復。そして、大蔵省で一番偉い大蔵事務次官になるが、選挙に出馬し、トップ当選を果たす。池田は順調に出世し、ついに総理大臣になる。総理になった池田は所得倍増をスローガンに掲げ、日本の経済の立て直しに尽力した。ちなみに、公約は7年で達成された。しかし、1965年に癌でこの世を去りました。